こんにちは、日向ーーイ一です。それでは今回も聖書に学ぶ幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回は祈り方を教えてくださいということで、ある女性クライアントさんからの質問に答える形で取っていきたいと思います。で、えー、まあ、あの、本当に単純に、えー、とお祈りはどのようにすると良いのでしょうかと、先生質問ですと書いてください。 てるんですけどまああのー、3つの点でお話をしたいと思います。えっと1番目はまあ自由に祈るで2点目は心を込めて祈るそして3点目は助けを求めるということですね。で、えーまあ、聖書の箇所はあの後で、えー、詳しく見たいと思いますけど、まあ、ルカの18章の、えー 節ですねルカの18章の13節一方主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸をたたいていった神様罪人の私を憐れんでください」という、えー、箇所ですね。であのまずあの自由に祈るということなんですけどあの ルールはないっていうことなんですね。まあ、聖書が教えてる祈りはあの本当に自由な祈りなんだということがわかります。まあ、あの、旧約聖書とかあの新約聖書の中にまあ、祈りは散りばめられてるんですよね。で、それは本当にあの語り合いというか。あの？なんかこう決まりがあって。 これを繰り返し言えばいいみたいなあのものは一切ないんですよね。だから別の言い方をすると、まあ、人格的な関わりなのであのルールがないんですよね。で、あのまあこれは親子の関係を考えてみたらわかりますけど子供ってお父さんとお母さんとかになんか話すときにあのなんか考えませんよね。どうやって話したらいいだろうとかって。 自由に話すすじゃないですかで聖書は「神様を父なる神様だ」というふうに言っていますので本当に自由に語っていいわけですね。でただ、まあ、あの私はこのクライアントさんあなたと祈るときにいつもイエス様のお名前によってお祈りしますというふうに言っていますねそして最後に「アーメン」と言っていますけどこれ少し説明させていただくとあのクリスチャンたちは「 あのイエスも信じてますのであのイエス様が、まあ、私たちの,あのために、まあ、その完全な人生を生きて下す罪のない人生を生きてくださってそして私たちのために命を捨てて3日目によみがえられた、まあ、十字架の上で私たちの罪を背負ってくださったということを信じて、まあ、神のことされてるわけですね。 で、そういう意味で、あの、イエス様のお名前によってっていうのはどういう意味かっていうと、あの、イエス様の立場を私たちはいただいているものとして、あの、どんなことでもあなたはイエス様の名によって、まあ、聞いてくださるということを私たちは信じてますので、イエス様の名によって祈ります。まあ 別の言い方をすあイエス様に免じてこのお祈りを聞いてくださいみたいなイメージですね。まあ、それはイエス様に対する信仰なのであのクリスチャンじゃない方はこれは祈れない祈りなんですけど、まあ、そういう特権がクリスチャンは与えられているということなんですね。そして最後に「アーメン」って言うんですけど「アーメン」っていうのはあのその通りとかあのそうでありますようにというまあヘブライ語のえ言葉ですので、まあこまあ、心からそう。 願いますということですね、まあ、それによっては私たちの祈りがまあ整えられていくというかあの清められていくということを願っている、まあ、そういう意味ですね。ただ、まあ、あの今申し上げた通おり、まあ、自由に祈って大丈夫です。そして2つ目はまあ心を込めて祈るということですね。まあ、先ほどの,あのちらっとあの触れたまあ形式的な言葉をまあ念仏のようにあの繰り返す。 ということをあの多くの宗教でではすするわけですね、まあ、言葉数が多ければ聞かれると異法人たちは思っているとあの聖書はあのイエス様は語ってますけどあのそういうことじゃないということですねなんか何とか何とかと唱えればみたいなあのそれはないんです。だからあのなんて言うんでしょう。 こう型にはまってそれを何回も繰り返せばなんか願いが叶うみたいなおまじないみたいなあのそれとは全く違いますのであの大切なことは心を込めて祈るしかも、まあ、言葉にならない「うめき」っていう表現も聖書の中にありますけどあなんて祈っていいかわからないでもその思いを持って神様の前にいるっていうこともそれも祈りなんですよね。 だから神様の前に静まることも祈りなんだ。だから言葉、心ない言葉よりも言葉のない心で祈りたいっていうことを、まあ、バニアンという人が言いましたけど、まあ、その方が大事だっていうことですね。心を込めるっていうことが一番大事なんだということですね。そしてまあ3点目は助けを求めるということですね。私たちが祈る時っていうのは苦しい時。まあ感謝してる時の祈り。 嬉しい時の祈り、賛美の祈りっていうのもありますけど、多くの場合は私たち苦しい時、特にあなたの場合、ご主人との関係で自分の犯してしまった罪に直面して、その苦しみ、そして自分は変わりたいんだという思いがありますので、その助けを、愛する思いを食い改めることができるように、心を入れ替えることができるように助けてくださいという祈りが必要ですので、 ま助けを求める祈り。で、聖書の中にはたくさんありますね。あの、それがまあ、ほとんどイエス様といろんな人たちの関わりというのはまあ、ある意味祈りなんですよね。神様、イエス様は神様の子でありまあ、神様ですので、あのイエス様に何か言うっていうことはお祈りしてるのと同じなんですね。だから、イエス様と人々のやり取りを見ると、あのどうやって祈ったらいいのかって分かってくる部分があります。 で、この例え話ですけれどあのイエス様ご自身が例え話を語られてどうやって祈ったらいいのかっていうのをこれある意味あの一つの、ま、ケースとして、ま、これねあの、これも同じように型じゃないのでこういう祈りが、ま、神様に喜ばれる祈りなんだよっていうことで教えてくださってますね。えー、主税人は遠く離れて立ち。 まあこれ宮に登っていっただから神殿の中心部から、まあ、遠いところに離れてたった、まあ、自分はその神殿の神様のそばに近づく資格はないっていう心ですよねそして根を天に向けようともせず、まあ、下を向いてたんでしょうね神様に顔向けできないっていう心だったんだと思います そして自分の胸を叩いていてた、まあ、胸を叩くというのはまあ悲しみの表現なんですよね。だこの状態でまあよくわかることはまあ自分の本当に苦しみ悲しみを神様に訴えたいんだけどその訴える資格はないということなんですね。だから神様罪人の私をあれんでください。 あのこれをやってしまったらごめんなさいこれをやってしまったらごめんなさいということじゃなくて私が罪人なんだって私は人を傷つけずには生きていけない人間なんだ私の中には何もいいものがないんだという、まあ、自覚を持ってるんですよねだからその心の痛みまあまあ心を込めるっていうふうに言っていいと思うんですけどこの心を痛んだ心を持って彼は神様の前に出てる。 そして、この、哀れんでくださいという、この助けを求める祈りですけど、もう、哀れんでもらうしかないんですよね。かわいそうに、哀れだと思ってください。助けてください。苦しいです。そのような祈りだったということがわかるわけですね。そして、14節を見ると、義と認められて家に帰ったのはこの人です。 誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。神様前に減り下る者を神様は助けてくださる。だから義と認められるのは、まあ、この少し前に出てきますけど、自分は正しいんです。これやりました。あれやりました。こんな人間と比べたら全然いい人間ですよ。っていう人間が正しいと認められるのではない。神様に喜ばれるのではない。 自分の罪深さを分かって本当に変わりたいですという心を持っている人が神様に認められて用いられるんだということがわかるわけですね。そういう意味であなたの今の状況本当に苦しいい状況だと思います不安とその希望が行ったり来たりするそのような心の状態だということも書いてくださっていますので。 まあその時は本当に祈ること、聖書を読むこと、で聖書の中からまあ祈りを学んでいくことというのはあの大きな助けになると思います。まあ、そういう意味であのもう一回振り返りますけど、まあ、自由に祈って大丈夫です。そして心を込めて祈って助けを求める。まあ、それをあの心がけて祈ってみてください。まあ、祈りというのは私たちの まあ、心の酒どころというか、まあ、神様のもとに行って重荷を下ろすことができる、まあ、私たちに対する神様の、まあ、優しいあの思いやりがあるあの隠れ場ですので、まあ、そこで重荷を下ろしていただければということを思います。はい えー、ということで、まあ、祈り方を教えてください夫婦カウンセリングの Q&A ということでお話をしましたはいこの動画の概要欄に私がご提供している無料の夫婦関係修復の動画講座のご案内が載せてありますまた私のウェブサイトのご案内も載せてありますので興味のある方はご覧くださいそれでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました